はい、用意スタート。アマ王の RTA 始まるよ。ということで、イチゴの季節なんで今日はイチゴタルトを作っていくやで。まず材料はこちら。ほんなら早速計量していきましょ。まずは、あらかじめ常温に戻すという行為を忘れていたバターを冷蔵庫から取り出します。もうガバ。しかもまだまだ寒い日が続くんでこいつはなかなか常温には戻りません。んじゃ固いバターを測り終えたら一旦冷蔵庫に戻して。バターって銀紙包み直すん地味に面倒やねんな。バター梱包、よし。んで分量確認してたらバターもう一回分測らなあかんかったからまた冷蔵庫から取り出します。ここ再走りポイント。バターの銀紙って、以下略。んでそんな感じでどんどん計量していきます。卵かけご飯できそう。蜂蜜を測る時のコツなんですが、このようにグラニュー糖を測った上に蜂蜜を落とすと、皿や手がベタベタしなくて済みます。ベタベタする時もあります。んじゃバターを無理やりこねくり回して常温に戻します。戻さないともうこんなにしんどいので注意です。んじゃまずタルト生地を作るんでバターと砂糖を混ぜましょう。卵もほぐしておきます。いや泡立て器使うには茶碗が小さかったんで。んで卵を3回くらいに分けて加えて混ぜ合わせ。薄力粉、アーモンドパウダー、ベーキングパウダーを加えます。んで粉を混ぜるタイミングで泡立て器は外しておかないと大変なことになるやで。ご覧の通り。ここまだ一瞬諦めずに混ぜようとするのくさ。生地硬いんでゴムベラとかカードで混ぜましょう。粉気がなくなってまとまったら OK。ほなそいつをラップで包んでタルト生地ぐらいの厚さにあらかじめ伸ばしておいて、冷蔵庫で1時間も冷やさなあかんらしいんやけど、1時間も待ってられへんのでこの後冷凍庫に移して急速冷凍しました。大胆なオリチャーはガバの波動。んじゃ生地冷やしてる間にカスタードクリーム炊きましょう。もう動画で何回も作ってるんでガバはないです。卵から卵黄だけを取り出す必要があります。卵黄割れたんで諦めます。以前同人誌の即売会で、いつも動画を見てくれてる方が声をかけてくださって、お菓子作った時に余った卵白とかどうやって使ってますか?という質問をいただいたことがあります。うちは言いました。フライパンで焼いてそのまま食います。視聴者の方は何とも言えない顔をして帰っていきました。そらそう。ちなみに今回の卵はカニ玉にしたやで。んじゃカスタードクリーム立てたんで、次はフィナンシェ生地を作ります。これは言うても材料混ぜるだけやから楽ちん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 や。こんな感じで砂糖の上に蜂蜜を乗せてたおかげで、皿や手がベタつかずに済みます。おっそうだね。んじゃ粉類とかバターとか全部混ぜ合わせたら、ここで、身に覚えのない粉が出てきます。この粉は一体、考えないことにします。んじゃ存在を忘れかけていた急速冷凍タルト生地を冷凍庫から取り出します。粉の分量変わるんちゃうかってぐらいの打ち粉をして生地を手早く伸ばします。これ割と生地にひっつくから大変やで。生地伸ばせたら肩にバターか油を塗るんやけど、さっきのフィナンシェの粉しバターの残りを使って、エコに行きましょう。焼く前から焦げてるの斬新すぎる。んじゃ肩に少し押さえながら敷き詰めて、周りの生地取って、フォークで穴開けーの、焼く前にカスタード生地とフィナンシェ生地を混ぜます。これがアパレイユってやつでタルトの上に乗せるうまい生地のことや、んでここでイチゴも何個かカットします。その前につまみ食いパクーンうまい。イチゴって美味しいし贅沢な気分になるよな。まあ実際高いねんけど。いちご切ったらアパレイユを肩の半分くらい流し込んで、いちごにグラニュー糖をまぶして埋めておきます。これ正直やらんくてアパレイユ流し込むだけでもええやで。生地の中にもいちご入っててリッチって感じなんやろうけど、うち的には焼いたらいちごがブヨブヨするからちょっと残念なんよな。生地をさらに8割くらいんとこまで流し込んだら、あらかじめ180度で予熱しておいたオーブンで40分くらい焼くやで。本で祈って出てきたものがこちら。なかなか良さそうでんがな。もともとのアパレイユが緩めやから、しっかり焼けてる隠しでつついて生地がひっついてこんか確認してな。危な。ここで生地がひっくり返ってたらこの動画は生まれへんかったことでしょう。んじゃ生地の粗熱を取ったらあとは盛り付けて。いくぞでってってででで。生地にナパージュを塗って、半分に切ったイチゴをそれっぽく乗せていきます。なんかこんな感じよなーっていうなんとなクッキングです。んでナパージュ塗って、飾り付け用に刻んだピスタチオをかけたらどうにかなったものがこちら。うまそう。ギリギリ辻製菓。んじゃケーキ入刀して断面見ましょう。あっさっし。いちごゴロゴロタルトやこれは。ほないただきましょう。パク。なるほど。めちゃんこうまい。ここでタイマーストップ。記録は1時間40分40秒でした。味の感想の前に乾燥した感想ですが、ぬわつかやけどいちごも生地もめっちゃうまいのでよし。まず見てください、この完璧なタルト生地とアパレイユの断面を。フィナンシェとカスタードが混ざった生地やから、バニラの風味とフィナンシェ特有の粉しバターの風味も相まってうまい。生地しっかり冷やす時間とか考えたら時間はそこそこかかるんやけど、
カスタード炊いたりフィナンシェ生地作ったり一個一個の工程はそこまで難しくないから、見た目に反して初心者におすすめのお菓子かもな。いいねにはこの動画に隠された追撃ガバ3つと、多すぎて草、幼少期のいちご思い出エピソードを書いておいたやで。よかったらいいねよろしくなし。実はシンガポールに旅行に行くことになって、22日から25日はシンガポールに滞在してます。海外人生で2度目なんで、なんか注意することとか、あと美味しいお店とか知ってる人いたらコメントで教えてほしいやで。ほんで海外方に聞いたらそのエピソードもよかったら教えてください。向こうでそのエピソード読んで再送しないようにします。海外ガバはシャレにならなさそうなんで一番安い保険だけ入っといたやで。またことの端前のシンガポールを建てよう動画もアップする予定なんで、無事帰国できたら動画楽しみにしといてくれると嬉しいやで。ほんならまた次回の動画でお会いしましょう。ザ・エンドってね。はい。ごちそうさまでした。でね。